じゃあ、こっちから行こう。昨日のおされから行きましょう。昨日の内藤ということでね、西山がエッチしたなら自分もできると思って、ナースケに見えて拾ってもらう。ここから始まります。1.5 なんてね、ボケ。ね。もう始まってますよ。2から始めました。はい。ね。西山がエッチしたならワンチャン自分もできる、ナースケとできるんだ。というね。希望を胸に、ナースケで見えて拾ってもらうと。ここまでよろしいですか？ね。西山ができたんだから俺でもワンチャンできるんだろうと。言うね。あの希望を胸に、彼は夢を見て、もうナースケにもカッコつけまくり、もうカッコつけまくりで、見えて拾ってもらうというところから始まりました。ね。ね、もうその時にはもう、ね、サービスエリアで置いてけとかね、コンビニで置いてけとか、いろんな、もうね、もう、なんだ、路肩で置いてけとかね、いろんなのことがもうコメントで殺到してたんですよ。はい。ね。西山がエッチしたなら自分もできると思って、ナースケに見えて拾ってもらうというね、もうね、もうね、西山がいないことをいいことに。あの、この人もう大変ですよ。もう、興奮しまくりですよ。はい。ということで、ここから始まりました。ね、はい。はい。車を走らせ、サップさんのお店へ入ると。ね。俺のおごりだと。サップさんやアンディさんに言う、ナイトとね。ね。俺のおごりだと。サップさんやアンディさんに行きがるナイトと。ね。ここでね、一つ、あれがあります。ナイトに、まあ、格好させてあげるっていうか、まあ、初めてのお店行くときとか、まあ、ご挨拶で、まあ、銀座の店とかでもそうなんですけど、ボトルとか入れるわけじゃないですか。それを、まあ、ナースケさんが気を使って、内藤に陰で3万円を渡して、ね、内藤君これで、シャンパンかなんか入れてくださいと。ね。で、内藤を立ててあげたの。内藤君を立ててあげたというね、優しさライセンスがある、ナースケさんです。ここだけの話ですよ、これ。ここだけの話。これ実は、ね、ナースケさんが、優しさライセンスで内藤くんシャンパン入れてください、これでシャンパンでも入れてあげてくださいと言ってご挨拶の、シャンパンを入れるために内藤に3万円を渡すと、うん、ね、でこれで、シャンパンを入れたという、ここまで上機嫌ね、上機嫌で、まあちょっとね、内藤はまあサープさんとアンディさんには敬語なんだけど、途中からサルオが来たんでね、サルオくんが来たという形で、まあ終始盛り上がっていました。で、こちらになります。はい。はい。お会計が4万9000でした。当然ね、シャンパンがあったんでね、4万9000って、これ、迷路会計だと思うんですけども、サルオがビール1杯で1万1000を支払わされる。これは、サップさんが支払ってくれって言ったんじゃなくて、この4万9000円で内藤がそれを仕切ってて、いや、サルオ君1万1000払ってくれと。ビール1杯しか飲んでない。サルオ君に1万1000を支払わせると。で、ナースケさんは、3万円払ってると。運転のためソフトドリンク、ほぼ、配信してたので、ほぼ食べず、手つかずと。ないと、爆食い、爆飲み、爆酔っ払い。で、8000円という内訳になります。で、これで、彼は全部払ったと言っております。はい。これで彼は全部払ったと言っております。はい。ね。で、まあ、このお会計の前に、内藤がね、お会計の前に内藤がライブやったんです。ね、ライブやってたの。ね。てめえ、何千代の富士最強とか言って、俺、千代の富士が憧れの、ね、憧れのあれだったんだよ。力士だったんだよ。お前、何語ってんだよ、バカ。クズ。来んな、お前。クズ、本当に。お前だけはクズだわ。本当に。あ、サップとアンディは払わんのかいって、いや、もう俺のおごりだと、サップさんとアンディさんに行きがっちゃったのよ。俺のおごりだっつって、サップさんとアンディさんに行きがっちゃったの。うん。ハリーさん、わかるんですよ、気持ちは。ね。俺のおごりだっつって、サップさんとアンディさんに言っちゃってんのよ。うん。うん。ね。で、サルオビール1杯なのに1万1000円支払わされる。でも払ってます。でも払ってるし、ね、ナースケ3万円、ないと8000円っていう内訳になるんですけども、はい。千代大会僕友達です。で、ここで、まあ、ナイトが、ライブをしてました。その時に、まあ、ちょっとね、みんな、モデレーターにしてくれ、モデレーターにしてくれって、モデレーターにしたいっつって、まあ、いたずら心で、まあ、ナースケとサルオがね、
なんですけど、それがいじって、ちょっとモデレーターの数が増えちゃったと。まあ、30人くらい増えちゃったからわかんないけど、でもこれ、こんなの、パソコンで入れば一発でね、あの戻せるんでね、こんな全然関係ないことなんですけども、まあ、そういうことがあったと。そんで、こちらになります。はい。内藤配信、モデレーターをナースケとサルオが増やした、怒った内藤は帰りの車で怒鳴り散らすと。ね。怖いですね。怒鳴り散らします。ワンコもちっちゃいワンコもいるのに怒鳴り散らす。ね。ナースケは犬が怖がるからやめてと何度か警告したんです。何度か警告してます。何度か警告してるにもかかわらず怒鳴り散らすと。ね。お前ら証拠があるんだぞと。証拠があるんだぞって言っても、内藤の配信見ると分かるんですけど、誰がやったの誰がやったのって、ナースケが自分の顔を指で刺してるんです。ナースケが自分の顔を指で刺して、私がやったんだよみたいなね、リアクションをしてるんですよ。だから、何なのって話なんです。これが、じゃあね、モデレーターを増やしたって、ナースケが逮捕されるって、そんなことはありません。うん、そんなことはございません。で、もうそれをね、まあ、いきなりね、あれが、緊張がほぐれたんでしょうね。サップ君と、サップ君とアンディさんと別れて、緊張が、ほぐれたんでしょうね。いきなり帰りの車で怒鳴り散らすと。で、犬がおしっこちびっちゃったらしいんですよ、怖くて。ね。おしっこちびっちゃったらしいです。うん。ね。でも、やめないので、甲子園、近くのローソンで降ろすと。うん。ね。そして、なぜか、大関、ナースケ、サルオは最低だと騒ぎ始めると。うん。いうことが全ての、まあ、あれなんですけども、まあ僕ね、ローソンの近くのローソンで降ろされたということを聞いて、もう何度か電話しました。何度か電話したら、まず、ローソンで、ローソンの中でこいつ座ってました。座って、わーわー悪態ついたんですよ。したら、電話の中でローソンの店員が近づいてきて、もう出てってくださいと。もう出てってくださいっつって、追い出されちゃったの、ローソンから。ローソンから、出てってくださいっつって、追い出されちゃって、なんでこんなとこで座ってんですかって。ローソンの店員もいい加減しびれ切らして、ね、もう出てってくださいって、警察呼びますよ。警察呼びますよ、つって。ローソンの店員が、もう警察呼んだんだよ。もう出てってくれと。ね。ね。俺が電話して、お前何やってんのと。何やってんのつって、お前、ざまねえな、つって話をしたんだ。ざまないな、と。お前、それね、すべてお前自分の運命なんだし、ざまねえな、っていう話を、まあ、ふわっちっていう配信をしながら、ざまざま、つって言ってたんですよ。でも、したら警察来たんですよ。警察来たら今度、ね、なんでこうなったんですかって警察に言われたときに、いや、ね、ナースケっていう女と、サルオっていう男が、俺の配信のデモレーターを増やしたんだ。デモレーターを増やしたんだっつって、ね、警察にデモレーターっつって、連呼してるんですよ。めっちゃウケたよ。デモレーターがっつって、連呼してんの。そう、石巻もローソン。うん、甲子園もローソン。こいつローソンの、もうメインキャラクターになっている、うん。ね、デモレーターをね、増やしたんだっつって、で、警察はチップカンプなわけですよ。警察チップカンプ。で、俺がまたちょっとからかってね、内藤君って、俺のね、ね、リスナーさんが近くに住んでるから迎えに行ってあげようかって言ったら、頼むって言い出したの。頼むっつって。お前、頼むじゃないだろと。ね、大関さんお願いしますって言えないのって言ったら、ね、それは断るっつって。ね、言ってたの。で、警察が、なんか急に電話変わってきたのよ。警察が急に電話変わってきて、ね、今迎えに来れるんですか？迎えに来れるんですか？大関さんは迎えに来れる方なんですかって、警察も困ってるから。ね、俺が無理です。無理ですってね。堀のデモレーターかって言ってたよね。もうめちゃめちゃ受けて。そんで、なんか充電がなくなるらしいって言うから、俺がもう、バンバン電話してやったのよ。バンバン電話して、充電なくしてやろうと。バンバン電話して、充電なくしてやって、今何やってんのって。ずっと連絡して。で、そのたびに警察に代わられて、迎えに来れますかって、無理です。無理ですって言って。無理ですって言うね。それで、まあね。そこで2時間ぐらいで押し問答して、結局、警察がホテルを探してくれて、ホテルに泊まったということなんですけども、次の日仕事のために、警察に、職場の職長に電話をしてもらい、警察に電話をしてもらい、今日休んだと。本来であれば、今日始発で、帰って、そんで遅刻しながらもう忙しい現場だったら行くべきじゃないのかなと思いましたが、ね。で、皆さんこれ、もう以前もありましたよね。以前も上野とか西山に、ね、ローソンで置いてかれてるんですよ。その時は悪意がもっとあって、
ね、内藤はその時は携帯も持ってない。石巻で置いてかれた時は、上野とか西山に置いてかれた時は携帯も持っていない、ね、お金も持っていない、しかもスリッパ、スリッパね、スリッパだった、うん、だからそれがね、なぜか上野はね、最低だな、最低だな、大関長介佐郎は最低だ、最低だって言ってね、ね、内藤君、なんか協力できることあったらすぐ電話してよ、すぐ電話してよ、ね、どの口が言ってんだっていうね、うん、ね、本当どの口が言ってんだっていうことでね、まあね、ね、これが大関が糸を引いていると、大関が糸を引いていますよということを、ネチのあたりも内藤も言ってるんですけど、僕が指示するんであればね、サービスエリアに置いてきてくださいと、もう僕だったらそう言いますね。僕だったらやっぱサービスエリア推しですね。もしくはもうね、バス停、高速道路のバス停とか高速道路のバス停とかサービスエリアに置くんですけども、まあね、長介さんも優しさライセンスのお持ちの人なんで、そういった部分では僕だったらね、サービスエリアなんですけど、長介さんは優しさライセンス、ここだけの話ですよ、ここだけの話に来ましたよ。豊ちゃんは助手席で仕事の後輩に電話して、今日休んじゃったけど鬼明日の現場、え、鬼が明日の現場一つ終わらせるから任せろ、結果休むそんなこと言ったんだ。全部俺のせいにするのはいいんですけど、僕が絵描きであればやっぱりね、夜中のバス停とかね、来ないバス停ね、夜中の来ないバス停とかそういうことしたいですよね、うん、バス停とかサービスエリア優しい、優しいかなだから俺もう超腹抱えて、もうね、シンデレラストーリーを作りたくて作りたくてしょうがなくてもう超面白いと思って、充電もなくしてやれと思って超パンパン電話しちゃったんですよ。したら大関この野郎ってなってで、大関この野郎っつってね、で結局帰りの大阪駅で職質を食らうっていう、駅の中で職質食らうって相当だぞ。マジで相当だと思ってないですか、うん、しかもこれ長介と佐藤に非があると思いますこれ緊急路肩、路側帯か、うん、日本皆さん厳しいですね、はい、これが全てです。これ以上でもこれ以下でもございません。これが全てです。だからこれ以上騒ぎ立てることもないし、これ以下でもないですよ、うん、もうざまなんですよ、ざま。そう、すーちゃんね、前科2犯になっちゃってね、オムラシ、脱粉剤とオムラシ剤でね、本尿剤、脱粉剤と本尿剤で前科2犯になっちゃってね、ね、うん、職質食らうとかっこいいって思ってんだと思うよ、ヤクロさん。職質がかっこいいと思ってんだと思う。レイさん、お疲れ様です。そういう節があると思うよ。うん、そういう節が普通にある。板暮さん、ナイス、ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。はい。うん、ということでね、ね、で、なんだっけ。なんだっけな、配信で、マイナスイオンがどの頃っすよね。マイナスイオンがどうのこうのって言ったけど、忘れちゃったけど、なんかマイナスイオンがどうのこうのってないと言ってたとかある。ざまだよ、ざまですね、ざまですよ皆さん。もうこれがね、まあ払いたかったなっていうね、うん、で明日ね、その電話のやり取りとかは僕のアーカイブが24時間過ぎたら出せるんで、あ、大関にかかるとマイナスイオンです大関にかかるとマイナスイオン、めちゃめちゃいい効果じゃん法的に関わるとマイナスイオンって言ってね面白いよね。ここざるめっちゃいきましたよね。もう本当にいきましたよ。もうざましか、他何か言えることがある？ざま以外に何かね、何かある？そう、ナスケのこと、スーはどこ行った、スーはどこ行ったって俺に言ってんのよ。スーは迎えに来るのか、スーは迎えに来るのかって、あの3時の戦いは面白かった。ありがとうございます。はい。いや。大関上げるってこれカナサスなの？本当にカナサスなの？引退したんじゃなかったの？
本当？オーディクにプラスの機能つけるぞ。年、数年に1回置いてかれる豊かってことね。はい。これがね、まあ皆さん、まあ、昨日の全貌で、これ以上もう引っ張ってもしょうがないんで、ね、グッジョブ。グッジョブ、ナースケさん。ナースケサルをグッジョブっていうことでね。もうこれありですよね。ナースケサルをグッジョブでね、いいと思うんですけど、どうですか？どうでしょうか、皆さん。ナースケサルをグッジョブっていうことでね、僕は完全にグッジョブだと思ってます。グッジョブと思ってますし、フォーミーケイさんのケツ持ちを出すとか言ってましたけど、フォーミーケイさんのケツ持ちを出すとかなんか言ってましたけど、ケイさんに聞いたら、自分ケツ持ちなんていないですよって、制御やってんのに、ケツ持ちつける必要ないじゃないですかっておっしゃってましたよ。うん、ねえ、何なんだろうね。うん、フォーミーケイさんのケツ持ちを出して、大関を黙らせるって、うるさいんで捨てましたって。はい、サロー君、グッジョブでした。はい。ね。サロー君、グッジョブです。でも、なんか、ナースケとサローに指示を出してたのは大関だって言ってるんですけど、こうやってね、サローがもう直接言ってるんですから、うるさいんで捨てましたって。言ってるんですから。まあ、ワンチャンね、俺が、指示したでも全然いいですよ。指示したでもいいんですけど、それだったらそれで、ね、なんか、罪があって、どの子の言えばいいし、なんでもいいんですよ。